2023年6月30日、ワイルドインベスターズの動画セミナーです。今回は、中国のずるい狐戦略、牛島くん並みにはめられたロシアというテーマでやっていきたいと思います。内容は、1、え、根回しなしで反乱を起こしたんですか ?2、ロシアのアフリカ圏域もいずれ中国のものに。3、中国のずるい狐戦略。4、牛島くん並みにはめられたロシア。五、 バイデン一家も、一家疑惑も報道しなければよし。6、情報機関が使いやすい隠し事が多い大統領。こんな感じです。はい、えー、先週土曜ですね、えらいこと起こったじゃないですか。あまあ,あ、えっと、えー、ロシアのその民間軍事機関のワグネルがですね、えー、反乱を起こしたと、えー、プーチン氏に対して。で、プーチン氏はそれに対して、もう裏切りだと言って、処罰すると言って、 言ったんで、すよねで私、これ、えらいことになったなと思って、会員さんのビデオ、ちょっと遅れてたもんですから、会員さんのビデオで、これはえらいことになりましたよ、というふうに言いました。それでですね、えー、まあ本当にね、その、ロフソフという、ここ、あの、ウクライナ戦争の兵団ですね、その物資を集めてるところなんで、えー、非常に重要なんですけれども、ここをあっという間に落として、そこからまあ、 8時間ぐらいですかね。もうどん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 こう北上してって、モスクワまで20キロのところに、あの、すみません、えっと、200キロまで行ったんですよ。ところが、その、朝起きたらですね、200キロのところでもう反乱終わったという話になって、私はあれというふうに思ったんですよね。で、なぜかというと、このすごい勢いで、ロストフからね、この、何ですか、えっ、ー、と、ボロネジまで北上して、もう、ものすごい勢いで、あの、迫ってたんで、 あの、これはね、もう確実に西側やウクライナの支援を受けて、その、ロシア軍だとかね、他の諜報機関の中にも協力者がいるだろうっていうふうに私は思ったんですよね。だから、ウクライナや西側の諜報機関はものすごい、もう凄腕だなと、何もやってないふりをしてね、プリゴジンを味方につけるだなんてすごいじゃないかっていうふうに思ったんです。ところが、寝て起きたら、あのー、終わってたわけですよ、その反乱が。 で、反乱罪に問われない限りに、ベラルーシに出国するということで手打ちになったんですよね。で、まあ、これで私はちょっとびっ、まあ、相当びっくりしてですね、もしかして根回しがなくて、で、その、自分たちが行動を起こせば、こう自然にね、賛同者が湧いてくるんじゃないのかっていう、まあ、見切り発車ですよね。で、やったんですかいなっていうことになったわけです。で、結局、でもこんなのね、独裁国家で反乱を起こしたら、 あの、いや、許すよって言ってても、どうせそん,そんなの殺されるじゃないですか。そんなのね、あの、各国の歴史、中国じゃ、だけじゃなくてですよ。中国だとかは、もちろんそうなんですけれどもね、こう、和睦したふりをして後ろから襲うっていうのが当たり前なんですけれども、そんなの日本史だってあるわけですよ。当たり前じゃないですか。だからね、なんか殺されるのが分かってて、どうして降伏したのかなっていうふうに、ちょっと不思議に思ったんですよね。はい。で、えー、っと、 一応、じゃあ、記事を追いながらいきますと、これですね、えっと、裏切ったプリゴジン氏が、あのー、なんですけれども、プーチンさんが個人的にね、この身柄を保証する、安全を保証するということで、反乱に参加した戦闘員も、こう、罪は、えー、問わないということになったんですよね。うん、ただ、その、なんか、えー、200キロのところで止まった理由として、 えとロシアの諜報機関がですね、ワグネル幹部の家族を人質にとって脅したっていう説があって、まあそれはね、あのー、独裁国家、えー、あるあるっていう感じですよね。はいでまあ、プリゴジン氏は、まあ、すぐ殺されたのかなと思ったら、まだ生きていて、その政府を転覆しようとしたわけじゃないと言いました。そしてアメリカもね、いや、俺知らないしって言ったわけですね。だから私のこの、えー、見解は間違ってたというわけなんですよね。 えー、まあこれもね、あのー、ベラルーシの大統領のルカシェンコさんなんですけれども、えー、プーチンさんは最初、プリゴジン氏を、ね、抹殺しようとしてたけれども、俺が落ち着けと言ってこう止めたんだっていうことを言ってます。でも、まあこの人も独裁者なんでねこう、やっぱり自分を高く強く見せる必要があるんで、どこまでほんまかいなというふうには思いますね。はい。それでですね。えー まあ、私は、まあ、これ、あの会員さんにはもう言ったんですけれども、これは、ね、確実に西側が裏にいるっていう風に思った理由なんですけれども、もうプリゴジンさんはその前に反乱を起こした時もそうなんですけれども、もうロシアは負けるだとかね、あのもう撤退する、ウクライナから撤退すべきだとか、ショイグ・ゲラシモフ、弾薬はどこだって言って、こう、うん、あの、 女層部を批判してたわけですよ。で、あの、えー、プーチンさんのことも批判してたし、この反乱が起こして、あの、プーチンさんがね、処罰するって言ったときに、いや、あた我々の新しい大統領が、取って変わるだろうみたいなことを言って、もう、なんというか、何回死刑になってもおかしくないことを言ってたわけですよね。で、あの、特に、あの、その中でもね、一番、おそらくロシアが許しがたいのが、 そのウクライナ侵攻に踏み切った根拠について、それはその、まあ、ロシア系住民がね、迫害されてる、殺されてるっていうこと自体にを否定したんですよね。そんなものをその軍,軍だとかね、諜報機関の上層部がでっち上げた嘘だって言って、えこれはもう戦争の大義を根本から否定して、もうこれだけで10回ぐらい死刑になってもおかしくない話なんですよね。だから、こんなことをね、言うってことは、おそらく、あの、 確実に勝てるとなぜならば裏に西側がいて、その兵器、えー、武器を補給してくれたり、その弾薬がないって言ってたわけじゃないですか。それから戦争犯罪もね、これまでやってきた戦争犯罪も見逃せようということでね、その西側に寝返ったというふうに思ったわけですよね。もともと傭兵だし、それぐらいやるだろうと。で、えー、西側にしてみると、ワグネルがねロシア領内に侵攻しても、それは内戦だから、別にその、 NATO は手を下してなないいわけじゃないですかだからその、ウクライナに対していや、武器支援の条件はロシア本土に攻め込まないことだと、そうじゃないと大核戦争になるからって言ってるんですけど、ワグネルが攻め込む分にはいいですよね、いや、これは頭いいなって思ったわけです。で、えーえーえー、ロシア軍は戦力を、ね、ロストフ州に回したいけれども、ウクライナは、ね、もちろんそれを邪魔したり、そのえー、撤退するロシア軍を、ね、後ろから攻めるんで、 あのもう本当にね、素晴らしい作戦だなというふうに思ったわけですよ、西側の工作だとすれば。うん、でうーん、まあ、もう少しその根拠を言うと、もしねその、ロシア軍がワグネルを警戒していたなら、反乱を警戒していたなら、こんなに簡単にロストフやボロネージャは陥落しないと思ったわけですよね。で、まあ、実際に、ね、そういう、えーと、ウクライナがワグネルを支援して反乱を企ててるという説もあった。そうすると ですねまあ多分そのロシア軍の攻撃で膨大な戦闘員が死亡したっていうのも、まあこれもねフェイクだと思うんですよ。すでに用意していた映像でその反乱の大義名分を作った。そう考えるとね、そのちょっと前にショイグ・ゲマシロゲラシモフ、弾薬はどこだって言って攻め立てたじゃないですか、軍の情報部を上層部を。うん、あれもねねロシアから武器弾薬を、ねし ななけなしの武器弾薬を絞り出すための名演技だったんじゃないのかなって思ったわけですよ。まあでもねそれは結果的にあの私の見当違いだったという話ではあるんですけれどもね。はい、で、えっと、室町時代に御所巻きっていう行動が行われたんですよね。えー、これはその有力な、ね、大名が,がこう軍,の軍勢がこう将軍の御所ですねお住まいを取り囲んでその要求や異議申し立てをおお 行ったことなんですけれども、えーまあ、プリゴジンさん、これをやったわけですよね、そのク、うん、レムリン御所を取り囲もうとした、それで、えー、結果的には失敗にな,なって、彼が要求していたショイグ国防省だとかゲラシモフ参謀長の解任要求は通らなかったわけです。でも、そもそもね、この御所巻きという行為自体が、プーチン大統領をなめてないと起こせない行為なわけじゃないですか。うん まあこ,こっちもねその本、本来の御所巻きも将軍の権威を舐めてない、力を舐めてないとできないことなんですよ。で、さっきも言ったように、そのワグネル幹部の,、うん、の家族を人質にして逆に脅したっていう説があって、でも独裁国家ってそうなんですよね。あの、先進国の人間って、例えば銀行強盗が、ね、人質を取ってあの、金を出せ、さもないとこいつの命はないって言われたら、 う,うろたえるんですけれども、独裁国家っていうのは逆にね、その強盗の家族を連れてきて全員ぶっ殺すぞって言って脅す、そういう国なので、あの、全然ね、あの、なんというか、え感覚違うんですよね。うん。だから、ね、だから逆に言うと、その、家族をロシアでね、その、捕まりやすいところに残したまま反乱を起こしたワグネル幹部、まあ、あるいはプリゴジンさんがね、私はちょっとなんというか不思議というか、あの、ああやっぱりある意味、その、 何ですかねこれまでね、ここまで貢献してきたんだから、あのー、プーチンさんもね殺すまではしないだろうというふうに舐めてたんじゃないのかなというふうに思います。でも、ですね、まあ、やっぱりこのロシア皇帝の権威を、ね、ここまで傷つけてしまったんで、プリゴジンさんはそれほど遠くない将来に誰でも分かる形でね、あのー、寿命を迎えるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。はいでえー、っと そうで御書書まき、一応ウキピデラアをつけておきますね、それから、うん、あこれはまた先の話か。はい、それでですね、ただその、えー、私のこの反乱に対する見立ては全然、ね、違ってたわけなんですけれども、結論は同じなんですよね。プーチン体制は弱体化して、ウクライナの戦争もね、あのおそらくあの瓦解を始めるだろうというふうに思います。 でまあ、なぜならばその反乱は処罰するってね、このコアモテの強いプーチンさんが一度言ったのに、それをこう撤回させられた。もうこれ、この時点であの皇帝の権威は失墜してるわけですよ。王様は裸だと言われた時点でもう権威はダメなんですよね。たとえそういった子供の一族を後から滅ぼしても、この一回傷ついた権威っていうのは戻らないわけです。だから、独裁者は普段から強さをアピールしますよね。その お世界各国の独裁者はそうじゃないですか。で、批判だとかおちょくりは絶対許さない。もう厳罰に処します。で、ある国は黄色と、ね、赤のクマさんキャラクターさえ禁止してる。なぜかというと、そのキャラクターはまるでね、今の国で一番偉い人をバカにしてる、その象徴になりうるから。でも、先進国から見るとバカじゃないのって思うじゃないですか。でも、彼らはね、本当に神経質なんですよ。少しでも権威が傷ついたら、周りから、 とかね部下から引きずり下ろされて処刑されてしまうからあのー、ちょっとでも弱みを見せちゃいけないむしろその、うん、積極的に、ね、周りの弱みを、うんうん、でっち上げて処罰するぐらいじゃないと、うん、でね全ての罪を着せて自分の罪も着せて処罰するあのー、処刑するぐらいじゃないとやっていけないので,あのでもうこれはねもう致命的なんですよねでおそらくもう戦争どころじゃないしその仮にねこう 反乱軍がまたモスクワに向かったら、この勢いで上がってくるわけですよ。うん。この勢いで上がってくるわけですよね。えー、ということは、おそらくもうあの、ウクライナの戦線もスカスカで、一、えーまあ、回ね、劣勢になったら、あの瓦解するんじゃないのかなというふうに私は思います。はい。それでですね、じゃあ、その、ロシアがワグネルをね、その、うん ワグネがなんで反乱を起こしたか、プ,ルプリゴジンさんがなんで反乱を起こしたかっていうと、そもそもそのロシアがワグネルの軍事力と権益をその勢力下に置きたかったんですよね。で、えー、ロシア政府としては、その、まあ、非合法であるはずのロシアの民間軍事会社をプリゴジンさんが大きくして、強くして、もうほとんどそのプリゴジン、 の紙幣になってたわけですよ、えー、でもう本当、ロシア軍だとかね、ロシア政府のコントロール下から外れつつあった、これに首輪をつけて支配下に置きたかったんですよね。で、えー、ワグネルは、まあ本当に経験豊富な、えー、ロシアの最強の兵士を抱えて、えー、それでアフリカに権益を持ってるわけです。でただ、このままだと本当ね、あの不安定な体制じゃないですか。うん、なので、ロシア軍の指揮官に入れようとしたわけですよ、6月13日に。で、プーチンさんもそれに。 を支持した、うん、でこれはもう国家として当たり前のことなんですよね。それはもう日本でも何でもそうなんですけれども。うん、ところが、その自分でワグネルを大きくしたプリゴジンさんはこれを拒否したわけです。もうこれは俺のもんだと、俺の軍事力だし、俺のその権益だというふうに反発して、ですねそれでロシア軍をずっと批判してたわけです。それが今回の反乱になったわけですよね。えーで 今回、ロシアはそのワグネルを、ね、あのロシア軍の勢力派に置くんですけれども、ついでに、ね、アフリカの権益も国有化するんだと思いますよ。そしてその、今アフリカにいる、ね、あのワグネルの軍隊をウ,ウクライナ戦争につぎ込んだりとかあのあの、アフリカの権益で、ね、利益が、うん、をこうせしめて、それもウクライナ戦争につぎ込むんじゃないのかなというふうには思います。でその… これも最近のニュースなんですけども、プーチン大統領はワグネルへの国家支援を認めたと。だって非合法だったじゃないですか。でね、非合法のであるはずのワグネルに国防省などから国家予算で全面的に支援していたということを認めたんですよね。で、ついでにプリゴジンさんの店にも、えー、ロシア軍との契約でまあ、1350万円ぐらいを支払ったことがある。まあ、癒着を認めたわけです。まあ、これはまあみんな知ってるんですけれども、あの、えー えー、まあ、なんでこんなことを言ったかなんですけども、ロシア軍にしてみれば、こういうふうにね、国家予算で面倒を見てきたのに、あの、プリコジン氏が、こう、私物化したんだと。国家組織を私物化したから、それをね、正したんだという正義の行為として、えー、アピールしたかったんでしょう。 ところが、これまでね、あの、民間軍事会社だからよしっていう、この、何ですか、この、国際法違反みたいなことをやっていて、そのね、建前が崩れちゃうわけですよ。じゃあ、あの、ウ、う、ォ、ん、グネルがやったんだったら、ロシア軍がね、やったってことだよね、この戦争犯罪はっていうふうに、後から大問題になるわけですよね。でも、えー、そんなことに構っていられないぐらい、このね、えー、プリゴジン、 産ーチンうんを構築したことを正当化しなければいけないという、うん、かなり弱い立場にあるわけです、今のプーチンさんというのは、うん。これですね、ワグネルを国家屋さんで全面支援してきたことを認める。はい、もう一つの理由はその、ワグネルが持っている権益だと思うんですけれども、えー、この10年間で、ね、アフリカの少なくとも8カ国の。 と強固な関係を築いいた。だたい国にねあの、アフリカの国で揉め事が多いじゃないですか、そこに軍隊を派遣して、あの権力者のためにその民主を黙らせる、反対勢力をぶっ殺すっていうことをしてきたと思うんですけれども、これは実質的にロシアのアフリカ圏益を守る軍隊だったっていうことだと思うんですよね。これをその、うん、ロシアが支援してたわけですから、国家予算で。うん、で、その… えーまあ、これがワグネルの、ワグネルは、ね、8カ国ぐらいなんですけれども、えー、これは1900、えー、ごめんなさい、2019年の,あの関係の記事なんですけれども、えーまあ、本当にね、手広くやってるわけですよ。で大体、軍事協力、原子力う協力、政治介入、石油、ガス開発に関与っていうふうにあの、もう欧米が、 自分たちでね、難民だとか、その脱炭素とかでぐっちゃぐちゃになってたわけじゃないですか。もう脱炭素なんてね、たわごと唱えて、あの、欧米が内戦をしている間に、そのエネルギー覇権をね、まあ、あついでにあとドル覇権を奪い取ろうとしたわけですよね。世界の覇権を。うんうん、で、えー、中路はアフリカでね、まあ、あとは南米でもアジアでもそうですけれども、うまうましてたわけです。いろんな意味で。で、まあ、中東でもそうですけれども。うん、ところが、 えー、それをね、ワグネルの力を借りてやっていたのであればその、誰が守るんですかっていう話になるんですよね。はい。で、これはね、結局、その中国のものになるんじゃないのかなというふうに私は思いますね。で、ちょっと話、それますけれども、詐欺師にかもられやすい人の特徴っていうのがまあ、いくつかあるんですけれども、その一つにね、プライドが高くて間違いを認められない人っていうのがいるわけですよ。で えーまあ、童話のね、裸の王様じゃないんですけれども、あのー、プライドが高くて、いや、これ裸なんじゃないって誰も言えないわけですよ。その王様はもちろん取り巻きもそうで。えー、だから、その、えー、詐欺師たちにね、おだてられてカモになるわけですよ。この、このお召し物はね、愚か者には見えないからとか言ってね、なんか誰も文句言えないみたいな。 えー、あとは詐欺師ってその友人のふりをして、ね、味方のふりをして情報を聞き出して助言をするんですけれども、実はその助言は友人、えーっと、その人のためではなくて自分のためにしてるっていうパターンですよね。で、ロシアがなんでね、ここまでボロボロになったかっていうと、もう簡単に言うとですよ、あのアメリカへの対抗心と冷戦の2大,2大国だったというプライドを利用されて、中国に、えー、よってね、もう徹底的にかもられていったんだなというふうに思います。 はい、であのこれをねあの米ロ対立を煽って中国が得をするっていう話を聞くたびには私はこのイソップ童話のずるい狐っていうのを思い出すんですけどもあの何度かね言ってるんですけども知らない方のためにあの改めて説明しますとあらすじとしてはね2匹の猫がねこう食べ物を取り合っていたとそこに狐が現れて公平にね2つに分けようっていうふうにこう最低そのまあ なんですかあの、しん,うんと、仲介者、あるいはこの裁判官として、ね、間に入ったわけですよね。でもあの、どっちかが大きかった。で、そうすると、あ,あの、ちっちゃい方から、あの、あ,あいつの方が大きいでしょって言われて、じゃあ公平にするためにって言って、その、でかい方をか,かじるわけですよ。狐が。で、えー、そうするとですね、で、ところがね、あの、わざと少し多く、 削るんでしょうねそうすると今度は反対側が大きくなって今食べられた方が文句を言うわけですよあっちの方が大きいだろうってそうするとああじゃあ後編にしなきゃいけませんねと言ってまたあの反対側をキツネがかじるでそれを繰り返すうちに結局ねあのー、2匹の猫が取り合っていった食べ物は全部ねあのー、キツネによって食べられてしまったってねこれはねこういう話ですでこれはね本当にねあのえー 中ロ立は米ロ対立を煽ってね、中国がもう大きくなってきた過去50年以上の国際情勢をね、えー、一言で表しているのはこれこれなんですよ、ね。ずるい狐戦略、うん、なんですよ。で中国はあの仲間や公平な仲介者のふりをして近づいて全て自分のものにするわけですよね。えー、でだから、ロシアに対しては、 こう、味方のふりをして、でも、実はね、ロシアのシベリアだとか、アフリカの権益を狙ってるわけです。まあ、あの、一見友達に見える敵、あの、フレンド、うん、フレンドに見せかけたエネミーで、フレネミーっていう言葉もあるんですけれども、まあ、まさにそれですよね。で、なぜか、アメリカの方も、あの、最近ちょっと気づいて、あの、ロシアの次は中国だからなって言ってるんですけれども、最近バイデン政権の,そのお偉いさんが中国詣でしてるじゃないですか。 もうこれはオバマ時代に戻るんですよね。この罠にはまって、あのー、中国さんお願いしますよって言ってね、近づいて味方で、中国は味方をするふりをしながら、徹底的にその、うん、アメリカの、ね、利権なり、うん、利益なりね、その権力を奪ってしまうんだというふうに思いますよ。うん、でも本当にね、この牛島君並みにはめられたロシアっていうテーマなんですけども、闇金牛島くんという漫画があって、まあ、この人はね、 どっちかというと、はめる人なんですよ。まあ、はめられたりもするんですけれども。<laughs> でもね、ここに出てくる、本当ね、被害者というか、犠牲者というか、もう本当に徹底的に、その無知だとか、その、プライドとかね、えー、まあ、あとは情につけ込まれたりして、もう、あの、あらゆる借金を背負わされて、あの、えー、カモにされていくわけなんですよね。でもう本当中国はロシアの友人のふりをして、米ロ対立を煽ってきたじゃないですか。 結局、その天敵である北斎民族、今のロシアをアメリカにもうほ,ほぼ潰させたわけですよね。で今、その徴兵でねシベリア防衛が手薄になってるはずです。でもうただですね中国の人たちがこう不法入国だとかねビジネスに入り込んでるのに、じゃあ中国は、ね、シベリアを解体して守りましょうっていうふうに言うと思うんですよ。なんなら兵,兵隊も出しますよ。同じようにその えー、ワグネルがウクライナに動員されたらですよ、そのアフリカのワグネルが。うん、代わりにねあの、人民解放軍がロシアのアフ,アフリカ権益を守,守りましょうって言って、駐留するかもしれません。えー、そうすると、いずれね、シベリアもアフリカ権益も、うん、中国のものになるということです。まあ、本当ね、牛島君にあのいろんなこう、カモが登場するわけなんですけれども、もう典型的にこうはめられたという表現がぴったりだと私は思いますね。 はい。じゃあ、そうですね。うん。えっ、ー、と、アフリカうん鉱山で金、いや鉱山や金でワグネル資金調達。うん、で、これに関して、えー、アメリカは、えー、追加制裁をしました。えっ、ー、と、反乱がね。 氾乱した直後はね、この制裁を解こうっていう話があったんですよね。でも話はできてなかったんでしょうね。のあのワグネルとアメリカは結託したわけじゃなくて、でも利用できるかなと思って、ちょっと制裁をね、ストップしてたという感じですね。うんえー、これはさっきのそのアフ、ロシアで、ロシアがアフリカで勢力を拡大してる。まあやっぱりこう、 独裁国家にとっては、えーこう、軍事でね、ライバルだとか、民主をぶちのめす力が必要ですから、えー、それを提供することで、ロシアはアフリカで勢力を伸ばしたという話ですね、えっと。これはずるいきつねのあれです、まあ。検索すれば出てくる話だと思うんですけれども、一応つけておきますね。無益な争いは第三者の私腹を肥やすという話なんですが、この第三者がですね、中国がその無益な争いを米ロの間でずっと煽り続けて、 えー、ここまで大きくなったという話です。はい。闇金石島君の話もありますね。はい。それでですね、あの、日本ではほとんど報道されてないと思うんですが、もう私、あの、ちょっと訳して伝えるのが、あの、まあ、会員さんにはね、もうさ長いメールで伝えてるんですけれどもあの、バイデン一家の疑惑がもう言い逃れできないんじゃないのかなって私は思うんですよ。でもまあ あのおそらく起訴はされないし、報道もされないんで、だけれども、どういう状況にあるかということだけ、あの覚えておいてほしいんですけれどもあの、ゲイリー・シャープリーというね、IRS、まあ、日本で言えば国税,国税庁に当たるんですけど、参入庁の、えー、主任税務犯罪捜査官が議会で宣誓証言をしたんです。という、ここで嘘をつくと偽証罪に問われるので、まあ、基本本当のことを言うんですね、ほとんどは。うん、でね、それでいろんな、この、 えとそれは非公開だったんですけれども、えー、この書類が出てきてですね、えーと、ほぼ1ヶ月前に行われてたやつが、1ヶ月後に、あのー、文字起こしというか、ペーパーになって出てきて、それでね、みんなびっくりしたわけですよ。で、いろいろ分かったんで、もう片っ端からいくとですね、FBI はそのハンター、 えー、ハンター・バイデンさんの PC ですね、ずっと偽物だ、偽物だって言ってたんですけども、実は FBI が押収する前に、その、形式番号や AppleID であの、ハンター本人のものであると確信してたって言うんですよね。それなのに、その、これはロシアの工作だって言って、ずっと検閲をしてたと、これは偽物だと言ってですね。はい。で、えー、その中にはメッセージアプリ、これも昔、ちょっと出てた情報なんですけれども、 あのー、この内部告発、えー、っとこの IRS の内部告発者によって裏付けられたんですけれども、そのハンター・バイデンさんが中国の取引相手に対して、あのー、なかなか金が出てこなかったから、隣に父がいる、あのジョー・バイデン、今の大統領がいると、で早く金を出せと脅迫して、あのーまあ、メッセージアプリって、えっと、h ーツアップなんですけれども、 それで数日後にすぐその500万ドルですね、約7億円が支払われたと <laughs> いうことになってます。それから、実はですね、えー、とこの、えー、これらの,その犯罪に対して、大統領選の2年前なんで、2018年になりますよね、で合同チームが作られて、家宅捜索も予定されていたそうなんですよ。 そのバイデン一家とかね、あの12件に家宅捜索を,を,を、が予定されていた。ところがその、司法省の官僚が横やりを入れて妨害したっていうんですよね。だから、えっと、トランプさんに対しては急襲家宅捜索をしていてで、同じようなことをバイデン一家にバイデン一族にもやる予定だったのに、も徹底して妨害が入ったという話です。でも本当にねあの えー、2020年の大統領選の直後ぐらいに、バイデン一家に一斉家宅捜索をする計画があったんですけれども、選挙で混乱したんで、えー、12月8日8日に延期になった。えー、ところがねそう、えー、さあやるぞっていうときに、その前の日に、あのー、FBI 本部が、えー、シークレットサービスとバイデン自衛に明日一斉捜索が入るからって言って連絡して、台無しにしたんですよね。 うん、まあ本当ひどいなって話なんですけれどもで、これも以前から出てた話なんですけれども、あ家、の、宅、ーうん、捜索失敗に終わったんですけれども、一人だけねロブ・ウォーカーさんという人に事情聴取ができて、でその人、まあこれは前に聞いたことあるんですけれども、その、えー、ハンター・バイデンさんが、息子がね、ジョー・バイデン当時副大統領に、うん ビジネススを直接会わせたことととがあるかいいう問いにイエスと答えてますだからこれはね、ロビー法違反なんですよね、明確な。あの、えーえー、ビジネスの口出しをしたということなんですよね。はい。それから、えー、っと、えー、ハンター・バイデンさんの倉庫へのね、家宅捜索も、このウルフ連邦検事補が、あの、事前に通達をして証拠隠滅の時間を与えた。 まあ,あとはですね、もう本当に、もう、えーえー、聞いてるうちに腹立ってくるんですけれども、えっと、IRS や司法省税務部門が、が、基礎勧告書面を作成したんだけれども、ワシントンなどがね、カリフォルニアの地方検察官がこれを拒否したと。で、えー、あとは、その、おえー、っと、あとは、 このあそうか、ウルフ連邦検事法が、まあ、連絡役をしてたそうなんですけれども、これがね、その、えー、2014年と15年の脱税が9月までに決着したいというふうに、このウルフさんが言ったら、そのハンター・バイデンさんの、ね、弁,弁護士が、起訴したらお前のキャリアは終わりだっていうふうに脅迫されたんですよね。すごいですよね。検事がね、脅されるわけですよ、弁護士に。 いや、どんだけそのバイデン一家権力強いんだって話ですよね。どんだけ守られてんだっていう話です。はい。で、えっと、ワイス検察官。まあ、この人が、あの、主に、そのハンター・バイデンさんのことを調べてたんですけれども、えー、ところが、この、基本は、地方検察官が調べなきゃいけないんで、協力してもらえないで、起訴できないんですよね。で、このままじゃダメだからといって、自分を特別検察官に任命するように、えガーランド司法長官にも、に えー、求めたんだけれども、これは拒否されたと。で、えっと、去年の10月に捜査中止が告げられて、でその司法省がね、あの捜索資料を全部よこせというふうに言ってきたそうです。これはあのあのヒロイデいさんのものを全部、あの捜査も全部捨てたそうなんで、同じようにね、全部証拠物件を捨てるつもりなんでしょう。ただ、IRS はそれ、あの決たみたいですね。 で一方ですね、さっきの,そのガーランド司法長官は、今年の3月に上院予算委員会で、そのさっきのね、ワイス検察官を独立して、どこでも起訴できる権限を持つって言って、これ、嘘だというふうに、まあ、少なくともワイスさんは言ってるわけですよね。で、これを聞いたシャープリー氏は、そのあんだけ邪魔しといて、何言ってんだ、こいつと、あのー、地方検察官に邪魔されて起訴できなかったんで、怒ったわけですよ。それでシャープリーさんは、 えー、IRS の、ね、シャープリーさんは今回、内部告発を受け継いということなんですよね。まあ、ついでに言うと、ハンター・バイデンさんの経費水増しはめちゃくちゃで、彼女のために2500万円のゴルフ会員費用っていうのが計上されてたそうなんですけれども、これは、まああのー、カリフォルニアの、ね、性行為クラブの会員権だったそうです。でしかも、あのー えー、入会した当日にめちゃくちゃやって、あの、すぐ除名されたそうです。まあ、これも、ロサンゼルスタイムスなんかの記事になってましたね。はい。でですね、あのー、もう本当になんというか、アメリカの民主党バイデン政権、うん、知ってる人にとっちゃ何これっていう話ばっかりなんですよね。もちろんそれをサポートしている、えー、FBI だとかね、CIA だとかね、いろんなビッグテックだとか、マスメディアそうなんですけれども、あのー、もう本当にね、でも彼ら自身も、 バイデン一家自身もね、いいようにはめられてるなという気はしています。まあ、自分でハマってるみたいな感じですよね、うん。で、あの、ダーラム特別検察官が、この前、もうレポートを出したんですけど、改めて下院司法委員会で証言をしてですね、結局その、えー、トランプさんに対するロシアゲートでっち上げの発端は、もともとヒラリーさんがね、機密メールスキャンダルから目をそらす手段として考えついたんだと。 まあそれは民主党全国委員会と相談してやったんですけれども、もともとヒラリーさんのスキャンダル隠しだったのに、でえっと、CIA とかね、それ,はそれを知っててで、まあ、だけれどもその FBI、CIA、オバマ大統領、バイデン副大統領当時ですね、リンチ司法長官が全部ね、報告を受けてたはずなのに、これはヒラリーさんの あの、スキャンダル隠しですよっていうふうに報告を受けたはずなのに、黙認して結局でっち上げに協力したっていう話なんですよね。で、これはもう、さっきのね、プライドが高くて、もう降りられない人、詐欺師に騙される人と、全く同じなんですよね。で、まあ、あの、えー、あまりにもそのアメリカの民主党は自分の犯罪行為が多いもんだから、それはね、止まると、あの、黙ると、 責、えー、められちゃうから、いや、そんなことよりトランプがねっていうふうに、次から次へとトランプさんの罪をでっち上げてるわけですよ。で、これはもうさすがにね、そのマスメディアだとか、放送界の人までもう、それ無理なんじゃないのっていうことまで、もう時効だとかねあの、なんじゃそれみたいなところで起訴をしてるわけですけれども、そうしないと彼らの罪が広がってしまうわけですよね。より大きな声で書き消さなければいけない。 でその中国、北朝鮮、韓国が日本の悪事を次々にあのでっち上げるじゃないですか、えー。それは自分たちがもっとひどいことをしていて、責められてしまうから、先制攻撃で悪口を言うんですよね。で, <laughs> でも、自分はもっとひどいことをしてますよっていう、いつものパターンなわけです、はいえっとあ。これはラーラムさんが、ね、改めて議会証言をした記事ですね。えー、それから、まあ、これも、えー、中国、北朝鮮、韓国のいつもの手なんですけれども、その 日本の福島がね、処理水を、処理、福島のその処理水をね、海洋放出するっていうんで、海を汚すなって言ってるんですけれども、えー、中国や韓国の方がね、もっともっとたくさんその、放射性物質を放出してるっていう記事ですよね。もうこんなんばっかりですよ。あの日本は、イ慰安フはあの、うん、人類史上最大の性犯罪とか言って、それ韓国軍もやってましたよね、朝鮮戦争とか、ベトナム戦争で。もうそういうもんなんですよ。 はい、で、その、えーえー、この件についてですね、結局、あのまあ、いろんな、ね、犯罪行為、本当はね、ロビー法違反だとか、マネロンの方がずっとずっとやばいんですよね、金もらってたの、中国だけじゃなくて、もちろんそのおっとウクライナからももらってますし、ブリスマだとかね、えーまあ、そっちの話ももうどんどん出てきてますし、裏付けられてますし、あのーまあ、ルーマニアルートだとかね。 えっと、ロシアの不号からとかね、いろんな話出てるんですけれども、そういうのを全部すっ飛ばして、いや、軽犯罪だけ、あの、認めました。えー、まあ、それ、これでもう幕引きを図ってるんでしょうね、FBI は。で、それについて聞かれた、ジョー・バイデン、えー、氏は、私は息子を非常に誇りに思ってる。これで片付けたんですよ。I'm very proud of my son. ということですよね。で、もう、それ以上言えないんですよね。何か言えば嘘をつくし、えー、ことになるし、あの、 矛盾をつかれてしまうから。で、2020年の時の大統領選挙の時も、あの、トランプさんがね、散々突っ込んだんですよね。このハンターさんのだとか、いろんな疑惑に対して。ところが、もう、えー、バイデンさんは何を言ったかというと、それは事実ではないってずっと言ってたじゃないですか。その、えー、討論会の時も。でも、それで乗り切れるわけですよ。マスメディアが守ってくれるから。で、今回もそうなるんじゃないのかなって、まあ、ちょっと暗淡とある気持ちになるんですけれども。 で最近中国モーデーにこうバイデン政権の人言ってるんですけれどもね、私ね、これ、ひょっとしたらね、2024年の選挙協力要請じゃないのかなっていうふうに思うんですよね。あのー、中国政府は、あの早いところ、あのー、トランプさんを引きずり下ろしたかったですし、実際にね、その、えーそれね、中国政府の意見をかかった人たちが、まあ、裏に <laughs>、えー、影に日向にね、あのー バイデン支持に動いてたはずなんで、それをねあの、要請してるんじゃないのかなっていうふうにちょっと思っちゃうんですよね。だって今、ねあの、中国への制裁を強めてる一方で、なんでこんなあのバイデン政権の高官たちがあ次々に中国に行くんですかって話ですよね。日本には来ないのに。変ですよね。はい。で、えー、これでこういうね、こう、常に傷だらけで検閲で守らなくては失脚してしまう大統領って、 ですね。まあ、隠し事が多いんですけれども、は、まあ、まあ、逆に言うと、あの、情報機関にとって使いやすい駒なのかもしれないな、というふうに思いますね。えっと、まあ、かつてのね、CIA 長官なんかは、その、大統領の、歴代大統領の弱みを握ることで、こう、うまく動かしてたっていうね、あの、有名な話もあるぐらいで、まあ、それが本当に、何というか、昔からそうだったのかもしれないですけれども、えー、えー、まあ、私程度の人間にもわかるように、 ななっってて、えー、見えるようになってきたでも、やっぱりそういうのってある程度調べないと分かんないんでね、日本の、まあ、中の90、うん、90どれぐらい ?8% ぐらいはね、こういう子話は知らないままあの、トランプは悪いとかね、なんでトランプが人気あるのか分からないとかね、まあ、そういう話になっていくんでしょうね。うん、日本で言えばその あそうそう、逆の立場に今ね、アメリカ人がね、なんで安倍があんなにか勝つのかわからない、あの、森かけ桜の犯罪者でしょって言ったら、我々としては、あの、あこの人何も知らないんだなっていうふうに思うじゃないですか。お、え、そ、ー、らく今の日本のほとんどの人ですね、98%ぐらいの人がアメリカに対して考えていることっていうのは、その程度の理解なんでしょう。はい。だからまあ、トランプ氏復活っていうのは十分にある話ですしね。 うん。あのーうん、まあ、こうやって内戦をしている間に、中国が力をどんどん伸ばしてると。えー、欧米、欧米は内戦。そして、うん、ロシアはね、もううまいこと、あのーうん、食い物にされてますから。牛島君的にはめられてね、あの食い物にされてますから。はい。はい。じゃ最後にですね、これは、あの、私が最近見つけた、あのー、現場猫のですね、えっ、ー、と、怒りの、 警察官っていうの顔があったので、えー、今ですね、この FBI や IRS がその、えー、バイデン一家の捜査を邪魔するもんだから現場の人たちが怒ってますよということでこのイラストを選ばせていただきました。まあ、そんなわけでですね、引き続き頑張っていきます。以上です。